ジョゼフ・エド・アル・リスラーはドイツ出身のフランスのピアニスト。リスラーはドイツ帝国に属するバーデン大公国のバーデン・バーデンに生まれた。母はドイツ人で父はアルザス出身であった。リスラーはパリオン学院に在学中の1883年から1889年にかけてルイディエメ・テオドール・デューボはエミル・デコンブラに支持した。 1889年のパリ万国博覧会でのリスラーの演奏がテオ・バンゲマンによって捉えられており、これは音楽録音の最初期のものの一つとなっている。1891年にエマニュエル・シャブリエと親しく付き合うようになったリスラーは、この年長の作曲家の元を訪れたり書簡をやり取りしたりするようになった。その後、彼はドイツにおいて、カール・クリント・ボルト、オイゲンダル・ベール、 ベルンハルト・シュター・フェンハーゲンラに学んで学習を完了させた。彼は1896年にはバイロイト祝祭劇場においてコレペティートルを務めた。リスラーハマもなくフランス出身の重要なピアニストとしてドイツロマン派並びに同時代の音楽にも寛容だった当時の音楽界で頭角を表していった。彼は大規模な演奏会シリーズを複数模様している。 1905年の10月から12月にかけて去るプレールで行われたベートーベンの32曲のピアノソナタ全曲演奏会やショパンの全曲演奏会バッハの平均率クラビーや曲集全曲演奏会などである1906年以降リスラーは更新の指導に勢力を注ぐようになり1923年にはパリ音楽院の教授に就任した彼は エミール・ジレットと結婚した。アマチュア歌手であった彼女のために、ガブリエル・フォーレは歌曲を数曲作曲している。リスラーは、レーナルド・アーンと日常的に手紙を送り合う中で、1908年4月には、サルェラールにおいて、アーンの、ソナチネ・ハ長長を初演した。リスラーは、パリに没した。リスラーは、シャブリエから、ブレ、エケ・グラスは、ゴイエスカスより、 窓辺の語らいの検定を受けている。また、リスラーは、リヒャルト・シトラウスの公共詩ティリオ・イレン・シュピーゲルの愉快ないたずらのピアノ編曲を、残している。リスラーは、下記のような著名な作曲家の作品の初演を、担っている。リスラーの残した録音は1917年に、パテによってなされた18曲からなり、全曲が2007年にマーストン・レコーズより、エドワード・リスラー。 パテペーパー、レーベルディスクズ、パリ1917というタイトルで発売された。また、シンポジウムレーベルからも2002年に全曲がリリースされており、ピアノライブラリーからも1999年に大部分が含まれる形で出されている。注釈出典。ありがとうございます。